あ、セブンさん、まあ、その2人、その3人にしとこう、とりあえず。俺もそう思ってる。ああ、ちょっとアイコさんに電話で告げないと。うん、朝日夏を爆走はもう分かってるけど。アイコさん、電話出るかな。面白いんだけどな。寝てるかな。アイコ好き？認めない？まあ面白いからね。じゃあツバニャンに電話しようかな。ツバニャン配信中？アイコとゼロワン。あ、エルマルモも NG だよ。うん、エルマルもダメ。終わった？配信してる？あれ、俺ブロックしてるわ。あ、その前、この前ブロックしたんだ。うん、ツバニャンは。なんで、もう二度と絡みません、あの、絡みません宣言をしようかなと思って。まあいいや、ツバニャンはもうブロックしてるから。仲良かったんだけどな。もう俺、絡めば絡むほど絡める配信者いなくなるな、もう。あ、ナイスもらったもんね、いっぱい。3分で400ナイスぐらいもらったから。いや、男は嫌いなやついないからね。うん、男配信者は嫌いな配信者いないよ。うん、男と揉めることはない、あんまり。会いたくない、ツバニャン。美味しい。お、リナ久しぶり、いらっしゃい。 NG ワードじゃないけど、大手じゃないよ今だけだよ、いつら。これ、アイスの実。おいしい。女の子と喧嘩しちゃうって何なんだろうね、やっぱ。ワンワンもちょっといろいろあるしね。俺、男とは仲は悪くならないわ、言われてみたら。女ってクソだな。おい、クソ。おい、クソ。なんで女ってクソなの？ねえ、クソしかいないな、女って。おい、クソ、クソども。このゲス配信ペペリーナもクソか、女だから。なんでそんなクソなの、女って。クソじゃないもん、クソなんだよ女は。お前がクソだからクソの女が寄ってくるって。クソ、クソしかいないな、ほんと。みんなクソだよ女は。うん、みんなクソ。せっかくだって今日パルパル釣ったのも女でしょ。クソが好き。いいところ出て尊重しててね。そうだね。花火ありがとう。ブーちゃんクソじゃない？そう。
いや、クソだと思うよ。うん。いや、性格はいいんだろうけど、まあこれちょっと言っちゃダメだか、もう元カノの話。していい？ちょっと。どこがクソか俺は分かるんだよ。うん。どこがクソか。まああんまりね、めめしいけどな、元カノの悪口言うのも。だパルパルは男はいいんだよ。女はクソなんだよ。アタキララなんてもう 大クソじゃん。うん、クソだよ。教えて。もう俺ね、ペペリーナもクソでしょ。花火ありがとう。パルパルね、福岡行った。明日帰ってくる。俺もクソだけど、いや、女はみんなクソって話だから、ペペリーナちゃん性格良さそうだけど、ブーちゃんって性格めちゃくちゃいいんだけど、めちゃくちゃいい女の子がさ、デリヘルは俺いいと思うんだよ、仕事だからね。でも、そのデリヘルに取られるお金をね、渋って個人的に愛人契約してる人が3人いたんだよ。クソじゃない？あ、おやすみペペリーナ、ありがとう来てくれて。クソじゃない？ちょっと、十分クソでしょ。見る目あるあるなんだ。へえ。まあ一人1万円もらえるとこ、2万円もらえたらそれはそっちの方がいいんだろうけど、ふわちでアイテムもらうぐらいならね、直でもらった方がねいいっていうのと同じなんだろうけど、もしアイテムいらないから直振りしろって言ってたら、それもクソだ、クソだしな。許せるクソなのそれは。花火ありがとう、ありがとう。おお、ありがとう。お前は匿名なのか？クソじゃない。もう女はいいやだから、女はいい。どういうこと？逆の立場だったらって。配信者以外の女だったら そうなのかな。確かにリスナーさんクソの要素あんまないからな。お、あやいらっしゃい。女配信者みんなクソってことでいい？もうってなるとやっぱリスナーだね。リスナー、リスナーさんと恋愛しなきゃダメだな。たまちゃん来るかも。そうなの？いや、見た目じゃないと思うよ。だって朝比奈ってどうなの？朝比奈さんは僕面白いところが好きだったんだよ。面白いところが、その面白いところっていうのはコメントがなくて、片膝立ててタバコ吸ってるんじゃなくて、たまにハイテンションになった時が面白いんだよ。何が？一緒にいて落ち着く。何が大事だろうな。エッチが興奮する。難しいな。何が大事わかんない。学校があるって。たまちゃん36歳で何の学校行ってるの？いや、気違いっつうか、配信してるからやっぱ面白い人は好きだけどな。食の好みいいね、それ大事だね。
ジェロワンの好きなタイプは湯様みたいに半音に様を入れちゃうような子が好き。偉そうな子が好き。高校行ってるんだ。中卒だったんだ。偉いね。もういいや、もう女はみんなクソだから。俺もクソだし。うん。タイミングがあったらパコパコして付き合うよ。来年ぐらいかな。もう今年はいいかな。もう気がついたらもう9月でしょ。今。もう10月じゃんね。10、11、12、もう寒くなりね、クリスマスも近づくけど、あ、もうちょっと延長しようかな。もうちょっと遊ぶ？暇？和道さん、さっき引退枠とかやってて、また復活枠とかさ、こういうしょうもないくなっちゃうのかな。見た？さっきしょうもなくない？和道さんって、くだらないよね。リータン、こんばんは。遊ぶ？パルね、どうだろうね。まあでも今はもう今配信してるし、まあ配信、電話したら配信のネタになるし、うん、しょうもないから見ない？遊ぶ？ほんと？もう12時だから、寝れる子は寝るんだよ。あ、顔が苦手、和道さん。でもイケメンなんじゃないの、和道さん。割と。かっこいいんじゃないの？あ、リータン、完成ありがとう。ラーミティらしい。ありがとう、挨拶を覚えてくれて。うえ、あ、明日俺やらなきゃダメだ。ポスターを送ってないしな。家にポスターを飾らないといけないから。ご飯食ってる？お疲れ様、遅くまで。ヒゲが無理。俺ヒゲ生やしてたん、ずっと。うん、俺ブスだからね。10月5日が来る人は来たら分かるよ。ひげ生やすよりは剃った方が若く見えるから剃ってるけど。あ、ツイッターでいた？もうブロックしな、もう。うん、多分ああいうやつは相手すればするほど喜ぶから、みんな今いる人がみんなブロックしたら、ふわっちでも、例えば配信見てる時にそんなコメントないんだけどな状態になったら、ふわっちもつまらなくなる、見てても。ヒゲ大事。ブスじゃない？テーブルがないと。地べた座ってるからな。うん、もうブロックして相手にするのやめよう、ああいうやつは。くるくるする？うん、僕顔で売ってないよ、身長で売ってるから。うん、高身長で。色気ある？エロさがにじみ出てますか？うん、今エロいよ。抱いてないからね、ずっと。難しい、傷ついたわ。朝比奈ちゃんち、2回目かな、大阪迎えに行ってさ、その次の日名古屋に来たんだけど、一緒に、泊まった時にさ、配信やめてっつってエッチしたかったんだけど断られた。エッチ断られると傷つくね。183センチ。